はい、こんにちは。今回は釣りの解説動画です。と、その前にこれを見てください。釣り竿をコンプリートしました。いやー長かった。ちなみに漁獲は素材足りてません。で、気になるというか実際にこの釣り竿を使うとどうなるのかっていう話ですが、まあ、言うよりも行うがやっしなので、使っているシーンを紹介しますね。後書き後半に池の動画も載せてます。息のいい個体は観賞用のみで交換不可らしい。これ、3個ありますが、1個取ればよくねではない仕様になっています。その理由が獲得した地域でしか、効果を発揮しません。ちなみに、竿を1本交換すると、アチーブメントがもらえます。3本取ったけど、1本目しかもらえませんでした。はい、竿についてですが、各地域で1本ずつ交換できて、効果はその交換した地域でしか発揮しません。ちなみに、雷鳴船相手に、稲妻の竿を使うと、これくらいのスピードになります。だいたい 1.3 倍くらいでしょうか。あれ？苦労の割にしょぼくね？これ釣り上げると、比較で動画並べてみますね。もっと、ゴリッと釣りやすくなると思っていたんですが残念でした。というか、釣り竿を交換すると、漁獲用のフグくらいしか自分な釣る相手がおらんのよ。なんか地味だよね、やっぱり。はい、これなら通常の竿だけで十分な気がしますね。はい、ここからはダラダラ、自分が釣りコンプまでにしたことを紹介していこうと思います。まず、欲しい魚がいる場合。特定の魚を釣りたい場合ですが、DWAT マップを見ましょう。DWAT マップで、出現する魚とその釣りポイントを教えてくれます。参考までに、グッピーが報酬コンプまでに70、ご当地のグッピー、トゲウオ、蝶々ウオが20ずつ、武器は竜の子20ずつ、フグ40ずつ、雷鳴船18ずつ必要になります。それから、長寿船と雷鳴船、雪の君は1箇所しか登場しないので、コンプしたい方はそこでしか釣れないので注意。ちなみに、長寿船の場所で魚からしても出現しなかったんだけど、運ゲーなんだろうか。あと先ほども言いましたが、報酬欲しいだけなら、ご当地の魚通常と、グッピーあたり釣ってればいいです。観賞用の魚はアチーブメント用に全魚含めて20種1回ずつ発りたいですが、観賞用の魚って無駄に強いので、できるだけスルーしたいですね。どうでもいいけど、ひたすら供養してると、パイモンの声消したくなる。それから、狙った魚の釣り場所へ行ったのに、狙いの魚がいないって時ありますよね。例えば、雪乃くんですが、ドラゴンスパインの釣り場には出現していない時があります。雪乃君は、ドラゴンスパインの夜に出現する魚です。ですので、時間変更をしましょう。あ、ちなみに雪乃君は適当に調べたらそう書いてました。違ったらごめんだけど、雷鳴船は少なくとも、夜限定です。さらに、魚は昼夜どっちもいる魚、昼のみ、夜のみ、がいるっぽいので、昼で全部釣り上げても夜にしてみると、まだ釣れたりします。それから、とりあえず目当ての魚がいなかったらそこにいるグッピーを釣りましょう。グッピーを釣る理由なんですが、単純に一番釣りやすいからですね。あと、通常グッピーは70個、餌代入れると79個いるので、いくら取ってても通常プレイだと腐りません。まあ、竿交換用の魚は大体簡単に釣れますけどね、時短するならグッピーです。なんでグッピーを釣るかというと、釣り場には3、5匹が最大値っぽいので、釣り場の奥に眠っている魚を出現させるためですね。はぁ、マジで、パイモンでクジラ釣りてぇなぁ。魚のリポップについてなんですが、3日周期というのはわかるんだけど、どうなるのか、明日が楽しみですね。それから、魚がかなり偏りました。多分人によって出現数とかがランダムだと思うので、仕方ないことなのかな。雷鳴船とか36、人によって釣れる数が違った気がしましたが、共通数釣れるんでしょうか。これで漁獲は正直差がつくので固定数にしたらよかったのにって。というか、アーロイといい。
漁獲といい、初心者救済に見せかけて、マゾコンテンツばっかりなのやばすぎるでしょ。ツイッター公式に、リプライで稲妻キャラばっかは、素材きついし初心者救済してあげないんですかってリプに、それ進めてないだけじゃねえとか、我慢するべき、とか、お前らマジかってなったよね。しかも、原神の初心者や復帰税対象のキャンペーンツイートに関してだからね。初期税はイベントとか色々あって初期から石とか結構もらえたけど、今始めるとマジで、ほぼもらえないから、初心者ってきついんだよね。あ、ついつい他にはなすことがなくなって尺稼ぎをしてしまった。まあ、そんな方たちへ送る言葉は、ヨーアストアイですね。あと何か話すことあるかな。ちなみん、どうして釣り座をコンプにしたのかというと、某大手が漁獲貫突させてたから、2番戦時を頑張ってもなぁということで釣り座にしました。漁獲もあと1人か2人の世界回れば貫突できるんだけどね。ただ、配信とかしないと近しいフレンドの借り尽くしてしまった。釣り座コンプですが、5.6 人の世界を回ってやりましたよ。何人かはおこがましくも時間変更を要求しちゃったんですが、おこがましすぎたな。辛すぎ。あと、生きのいい個体っているんですよ。レアリティが星4のグッピーとか、観賞魚にすると違いがわかるのかな？こいつらマジで釣りにくくて、グッピーでもそこそこ時間かかるから、大変でしたね。今思ったけど、星4の魚って観賞用で交換には使えないんだっけ？割と嘘だと言ってくれよ案件なんだけど、あ、ここでグッピー銃で池のレシピ取れたんで、紹介しますね。はい、これで終わります。観賞用の魚、つまり生きのいい個体は人活ボでしか使えないっぽい。自分雷鳴戦3匹いたんだけど、こいつら普通のだったら、あとフグだけだったのに。こう並べると、ドンキーコングの水中面だな。赤いの置き忘れてたけど、だいたいこんなもんです。5は垂れ流しで終わります。ご視聴ありがとうございました。よし、出発だ。